次にご説明するのがタクティカルトレーニングになります。こちらはいくつか項目があるんですけども、まず一つ目に、ご説明したいのがプロの方向けの、タクティカルトレーニングですね。プロの方というのは警察官や自衛官、もしくはあの海上保安庁の方なども含まれると思います。で、例えば警察官の方ですと、犯人を想定してそういった方がナイフなどのこう武器を持ってますね。そういった時にどのように対処したりで、制圧した後に、しっかりと、まあ、逮捕術ですね、相手をこう連行するまで行うというものも行っております。あとはその自衛官ですね、自衛官の方のナイフ術、敵がいて、まあ、もちろんあのピストルなど所持もしてるんですけども、そういった状況でいかに相手のをとナイフ対ナイフで戦って制圧していくかということも行っております。またのそういったことを含めた、こうチームワークですね、向こうも、多人数、こちらも多人数で、そういったものを、トレーニングしております。で、次にご説明したいのがサバイバルゲームですね。で、主にはあのプロの方用にやっているんですけども、プロの方以外民間の方にも楽しんでいただける、まあ、趣味の一つとして、国内ではソフトマンエアソフトを使って、練習しております。で、こういったものは、まずこうですか、ね、立ち方もしくはその銃の構え方、そういったもののあとは安全面ですね、そういったものをしっかり勉強していきながら、やるんですけども、あとは不定期で、海外で 実際のショットガンやライフル、ピストルなどの射撃訓練などを行っております。最後にご説明するのはサバイバル術ですね。例えばこうナイフ1本であの森の中に入りまして、そういったところで、まあ、どうやってこう自分が生き延びるか、まあ、ブッシュクラフトと申しまして、ナイフでこう火を起こしたり、もしくはその雨や風を避けるこうシェルターを作ったりですね、まあ、夜あの安全な場所にいないとこう自分の身を守ることができませんので、もしくはあのナイフでこう森の中にある木やこう葉っぱを使って小動物などを捕る、自分自身の食料とするための小動物などを捕るこう小さい罠ですね、こういったものを作ったりとか、そういったサバイバル術を行っております。まあ、そういったことを身につけますと、実際災害があった時に自分自身がこう何もない状態でナイフ1本さえあれば、生還できるということにもつながりますので、とてもあのおすすめな、項目だと思います。